森本智子は日本の実業家、フリーアナウンサー。所属事務所はセントフォース。長崎大学教育学部付属小学校、長崎大学教育学部付属中学校、長崎県立長崎北高等学校、早稲田大学第一文学部卒業。高校ではハンドボール部に所属していた。1998年、大学3年生の頃、 第15回ミス・早稲田キャンバス・アイドル・コンテストにエントリーしたミス・早稲田ファイナリストの一人。同時期に雑誌の読者モデルの経験もある。2000年に入社。同期は、立田理恵。テレビ東京では、経済系の報道番組を中心に担当している。また、地上デジタル放送推進大使を制度発足から、アナログ放送終了まで務め上げた。 2018年8月17日放送の日経プラス10の特集ではドライアイについて取り上げられ自身は充血がきっかけで眼科で検査したところをドライアイと診断され定期的に眼科へ通院し日常的に転眼も行っているという2021年3月29日2年内にテレビ東京を退職し新しい道へ進むことを発表その後 5月21日にテレビ東京アナウンス部公式ツイッターにて5月23日付で正式に退職することを報告した。なお、森本自身は今後の進路として実業家として新ビジネスを起業するとともにフリーアナウンサーとしても活動していくこと24日に新しい会社を設立することを明らかにしている。2021年5月24日 自身を代表とする新会社、ウェルネスメを設立し、新たなスタートを切ったことを報告した。5月29日、アナウンサーとしての仕事は、セントホースの預かりになることを公式ツイッターで報告した。ありがとうございます。